まあやっぱ強いチームであってビッグクラブっていうのは本当に長年同じスタイルでチームを作り上げてきますし、そのスタイルもやっぱり本当に確立されていて、その個性がね、噛み合ったチームではあると思うんで、やっぱその中でも自由選手というのは、まずはどんな舞台でも本当に結果を残す、個人個人がね本当にトップレベルの何か一つのスキルを常に持っているので、そういう選手が、上の舞台でトップレベルで活躍できる要素なのかなと思います。やっぱ日々の練習であったり、本当に基本的なところがやっぱ大事になってきますし、いろんな経験を肌で感じてプレーすることが大事だと思いますし、その中で刺激のある舞台で経験を積めたから今こうやってチャンスが来ているので、そういうところの積み重ねが大事になってくるかなとは思います。素晴らしいチームに行くことが決まってすごい嬉しいですけど、まずはそこで結果残していけるように、もっともっと自分をね評価してもらえるように頑張っていきたいなと思います。Yeah.